速行ってみましょう。中崎町駅4番出口を出るとすぐに U ターン、右の方へ曲がってください。すると赤レンガの方をまっすぐまっすぐ歩いていきます。ここはね、車が通れないんですね。あ、エレベーターがありますよ。このエレベーターの道のところも一緒にずっと歩いててください。これはちょっと梅田の方をね、背中にして天神橋辻6丁目駅の方へ向かって歩いていけることになるんですね。左の方に駐車場がありまして、もうしばらく歩いていきますと左手に見えてきますのが、ほら、西村ビル、岡村診療所さんが1階にあります。あ、3人が迎え入れてくれてますよ。あ、キネが誘導してくれています。これ左の方へ曲がって地下の方へ入っていきますと、コモンカフェに到着。はい、というわけで始まります、海外コモンカフェ編前編でございます。こちらがメインということ。あ、メイン、メイン、そう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 やんな。まだ怒られたらあかんの。何を怒られたみたいもうこの間の見てさ、ちょっとあまりにも俺お酒を飲んでグダグダになってるなと思ったので、うん、今日はもう途中で飲まないでおこうと思ってるんですよ。あ、そうなの？何それ？飲みますか？さっきザキさんが、うん、あ、私もう喉乾いてるわもうそう、喉乾いてるってそういう意味？始める前のトークの時点で言うてましたよ。そうですか。カラカラだったの？まあまあカラカラやけどさ、あ、そうやな。でも2人飲んだら俺も飲まんわけにいかんわな。だそうでしょ、うん飲まんでもええんやけど、まあまあまあね、ある種のプロ意識だよねどう飲んでもちゃんとやる。あ、なるほど。あ、そうですね。そうそうそう。あ、よかったよかった、うん、飲まんなできんとかじゃないんやな。そう、飲んでもちゃんとやる。何やったっけこれ、なんか公民館じゃないけど、そんな感じじゃなかった？昼間からダメな大人の会話を繰り広げつつやってきましたのは小学校跡地の公園。イベント、展示会、音楽発表会などで誰でも利用ができる多目的ホールも備えた公共スペース。この日は地域のバザーが開かれておりましたよ。洗剤とかない？フリマ来たら洗剤を。スーパー行きよここのビニフリマの方が全然安いんやで。洗剤やろ。洗剤とかね、消耗品や。消耗品はフリマで買うことにしてんの。薬局みたいな。薬局とかよりだから全然安いんだってそんなにセクシーに止まるかね。いやいや、誰やろ。すごい充実してるね。あ、パンとか売ってるよ。パン、いかがですか？よろしければ。あ、明るくなってきてるし。キコのパンには卵、油脂類、乳製品は入っておりません。じゃあ何でできてるんですか？小麦粉と塩と砂糖とイーストですね。あとこういうのはレーズンとかアーモンドとか入ってますけど。それでパンになるんですか？はい。これパンになるんですか？パンや言うて必ずトーストしなあかんのですか？あのね、卵とか入れへんかったら若干固い目なんですよ、冷たい状態で。だからトーストしていただいたら、あの焼きたてに近い感じになるんで。なるほど、いいじゃないですか。うわぁ、J-POP 全然ない。何があったの今日？あのウォークマンさっき聞いてきたのはアイコ今、はい、ウォークマン、ウォークマンちゃん、何や、 iPod か iPad か iPod か。ほんまに持ってんの？持ってる持ってる iPod。いつからバザーって言わなくなったの？あ、フリマに変わったのあれね。そうやね。バザーじゃねえの？バザーは、例えば幼稚園とかでバザーをやったら、うん、幼稚園の PTA とかにガサッとお金は全部集まるわけじゃない。フリマは出した人のところにお金来るやん、うん、お店ごとで自分のもんになるってことじゃない？あ、そうなの？そういうことがあるの？わかんない、わかんない、勝手にまあ思っちゃう。なんやねん誰か聞くんじゃない？どうぞ、こちら柿のドライフルーツになります。柿のドライフルーツ、ここいい、いいいいですか？はい、どうぞ。今日奈良から来たんですか？うわぁ、なんだ同じ花吉野からわざわざ、すごい。こちらのカリンのジュースなんですけど、ね、今年あのお正月ドラマでトイレの神様でカリンの方をうち使っていただきまして、はい、そのカリンで漬けてるカリンジュースですんで。うわー、おいしい。おいしいおいしい。これおいしい。喉に良さそうやな、うん、
はい、こちら奈良の吉野にある、あれ堀内農園農場という場所になりますんで、どうぞこちらに来てます。ホームページはありません。来てね。来てね。募集してあるで、オーナー。柿の木が1本につき50玉か60玉。年間費用4万5000円で、その1本を、まあ、もらえるんですか。のピザを焼くものとバーベキューのセットをしてますんで、それからは、まあ、予約していただいたらいつでもお越しいただいたら、すごいやーバーベキューの、はい、ええやん、今一言も飲むのってええやんバーベキュー界隈本店、ね、エロい本ばっかり置いてある、そういうとこエロいですよ多分というわけでこちらは大人組本店というブックスカフェバー、大人の贅沢な時間、スタイル、こだわりを追求する雑誌大人組も発行している出版社でもあるんですよ。さてさて、どんなお店なのかしら。ここは本屋さんですか。まあメインは本屋でやってますけれど、夜はバーもやってます。うわー、いいです。これすごいじゃないですか。うわー、なんか入り口と全然違う雰囲気がいきなり、はい、出版関係と結構付き合い深いというか、出版の方がやってるんですけど、こういうのをメインで出してるんです。で、ここの作家さん、ここで紹介した作家さんの作品とかを置かせてもらったりとかして。へぇー、夜はバーに。はい、こんなん、あの、酒屋とか似合うんちゃう。グビグビみたいな、そうなんだ、出してんの病気やな、最近やんな、好きや。店回り、いいやん、いいやん、どこ行こう、どこ行く、どこ行くって言いだすでしょ、これ。何、わぁ、おいしそう、おいしそう。ちゅ、なんでももう、ちゃんと一つ一つ、丁寧に食いついて荒々しく食いつくのやめて。荒いわ、もう、人間荒いねんから。ひどい、また悪いです。こういうの、本屋さんに並んでるもんなんですか。あ、並んでますね。あ、そうですか。あの、蕎麦屋のとかの100円シリーズとか、あと大人組も大手の本屋は並んでますね。そうですか。一軒そこに古本屋さんがあります。こんな、こういう中に緑があると癒されるね。じゃあここでは結構でかいね。すごいね。普通のマンションも絶対あかんから、上切らない。わっ、フライパンやんとこれ。あ、けどそうやで、なんかそういうやつやで。界隈大人組本店を出たお三方はすぐ近くになんだか不思議な雰囲気のお店を見つけましたよ。ハンドルある、ハンドルあります。こちらのお店は影谷レトロ、昭和の懐かしいアイテムを一堂に集めたマニアなら何時間いても飽きないお店。あんなものやこんなものを醸し出すレトロ感に浸ってみてください。もうこの漫画大好き。そうなんだ、そうなんだ、女の子バージョンみたいな感じじゃなくて、すごい昔のなんかこのおもちゃが。あ、ほんまや、ピストルガンが売ってはるんですよ。カルチャークカルチャークラブ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 に響く。ああ、カルチャークラブやブラッシュダンス。うわアイアンメイド響いております。響くよね、これは。これはすごい、まだ細い時や。うわ、パリコリ上れたやつやね。そうこれいいよね。あ、もうこれよう聞いたわ。聞いたな。カルチャークラブで響くかね。あ、俺は中学生ぐらいでしょう。うちの娘なんかも最近も、聞いてもいいもの聞くの。今聞くよカルチャークラブ。カルチャークラブ聞かへんか。おもちゃか。なんか微妙な数字が打ったのあれはどういう意味なのね。 9.0 とか0で、あれは1は1万円ってことかしら。なあれは、え、あれ5万9000円ってこと。まあ、丸2つ足してもらって 0.9 なら900円とか、 1.9 なら1900円とか、だいたい安くて、1が1000円、
で、あのあそこにあるエレキのおもちゃのギターは5万9000円なんですか。あれ、ロストックでなんか、まあ、要はこういう古いものって、ね、自分が好きだったらもう値段は好きにつけれるわけですよね、うん、だからよそでは安いものもあるかもしれないけど、まあ、ちょっと高すぎますけど、すごい欲しいって言ったら安くしますし、なかなか、なるほど、うん、すごいですね。かっこいい男の子は嫌いです。朝岡瑠璃さんが高い。これいくらよ、もう。え、高いのやっぱり。え、高い？高いじゃないの。2800円。ああ、分からんだけど、うん、さっきのが5万って聞くと2000円って聞くと高いのか安いのか分からなくなってきた。バント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 来るで、さっきちゃんバント。あ、全然聞こえない。さっき聞かれちゃったので行きや仲間や。だって、うん、この人はもう、そっか、ね、まあ、ずっと話題や。そうだね、そうだね。まあ、左からこれ3番目、豊田君でしょ。これ間違いなく豊田君でしょ。これ3番目。ほんまやな。あいつ昔から豊田君やな、人気者やったよな、昔から。星分かれへんな。え、こんなんってどうやって集めはるんですか。まあ、あの、やっぱり、いろいろ、捨てない。え、言えないんですか。界隈いつも遅い。そうな、この人、やらしいでしょ、映りが。いつもなんか、後から入ってくる感じ。なんか、人を若干待たす感じ。給水ポイントでも待たす感じ。はい、お疲れ様です。旅はまだまだ続きます、はい、さっきはビールじゃないよね。最近ね、レモンジュース。アスリートやから、ビタミンとっとかないと。そういうとこも気使って。そう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 、細かいことに気使って、一石二鳥やん。お酒でビタミン取れたら。取れへんよ。こうやってこう給水ポイント的に。わー、食い逃げやん、食い逃げやん。あ、これいきますか。わー、もう面白そうでしょ。どれ。すいません。これ何と何と何ですか。何でしょうか。何でしょうか、聞かれた。聞かれた、クイズや。キモ。そう、いや、キモ。イエス。これはそれは多分、いろいろ入ってる。いろいろ入ってる。はい。これ玉ねぎ。いろいろ入ってます。何入ってる。これは、ミーばっかしね。え、ミーばっかし。ミーばっかし。食べてもらうのはわからない。じゃあ僕、この玉ねぎ入りのやつだけやな。そうですね。まあまあ、そら、そうですよ。うわ、美味しい。いや、これ持ちながらブラブラする。うん。ありがとう。急にちょっと真面目な話になると、ここら辺もね、またね、長屋を改装したね、ところがね、曲がると出てくるはず。いいじゃない。いいかな、本日休まっていただきます。すごいじゃない。妻和美と喧嘩しながら65年、楽しい不幸人生。お客様ありがとう。すごい。打診版のない後悔。すごいやん、これ。ここ行きたいな。どんなお父さんなん。ケンイチや。ケンイチって書いてある。ケンじゃないんか。伸ばすんかい。ケンって。すごくない。あ、ちょっと今日休もうと思ってサラサラってこれを書いちゃう。そういうことでしょう。すごいね。65年や。喋ってみたかったな。なあ、ケンイチ喋ってみたい。ケンイチなんや。ちゃうんかな。でも表札は違うな。どう。表札撮ってる。いや、俺もええから思うけど、これ勝手に俺らええ人や思ってる。周り見たらええ人や思ってる。猫とかいるしさ。夫婦喧嘩をしながら65年間楽しいっていうくだりちょっと怪しい。はいはい、怪しいかな。どうしたの今日も。ケンさんテンション高いねみたいな。昨日も喧嘩しちゃって。それ楽しみにしてるわ。そうそう、もう嫁さんは大変だけど。そうやな、嫁さんはそう思ってへんと思うわ多分。はい、というわけでアスリート気分で給水とカロリー補給を済ませて調子も上がってきたお3人は中崎町の商店街をさらにぐたぶらしますよ。酔っ払ったお3人はどうなりますやら。それは次回のお楽しみ。
しみ。